世界に一本だけのオリジナル念珠作ります。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が手職永田浩貴でございます。今ですね、2019年2月の18日月曜日朝6時2分朝動画ですね。はい、実は今日ですね、昨日お客様からですね、特注の2連念珠、夕方の寒い時期にですね、ご来店いただき誠にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。これは本当特注なんですよ。2連念珠っていうのはこれの念珠のことですね。こういうこう、よくお坊様とかが持ってらっしゃいますね。普通はこの状態ですよね。この状態、片手念珠。これが普通の念珠。各宗派ごとにですね、こうやってですね、これ2連108つ煩悩の数だけ、こういう感じでですね、これが2連念珠でございます。で、その2連念珠のご注文をいただきました。でですね、やっぱりお客様、この菩提樹、これは仏様がですね、悟りを開かれた聖木、聖なる木ですね。これ菩提樹の御用が非常にやっぱりこれがいいということでですね、この玉で108つ、ですから普通だってたらこの6ミリ玉なんですよね。でこれ12ミリあるんです。12ミリですから倍の長さになりますね。この倍の長さになります。でこれを作ってくださいと、ああいいことですね。でもこれは長もう100年拝めますよと。でですね、実はこのふさこの房がですね、この色が選べるんですよ。で、お客様色が選べますよって、白紺茶どうされますかってことで、おいいねそれって。じゃあで、玉は一緒やから、私玉は一緒なんですよね。ですから私が茶、お子様に紺、これ一本ずつ作ってくださいって、うわーそらよかですねということでですね、ご提案させていただいております。国産、当店は日本製長崎念珠、有名な長崎念珠が職人が作ります。ですからオーダーメイド対応できます。もちろんアフターサービスもピシャッとできます。世界で一本だけのオリジナル念珠お作りすることができますので、どうでしょうかね。今の時代でございます。今実はお念珠も中国製が実は多くございます。ただですね、こういう国産のいいお念珠、これはお仏壇神棚も一緒なんですけど、当店は国産にこだわっております。ですから国産のいい商品を買われて、アフターサービスしながらですね、親子3代100年使っていただけたらいかがかなと思っております。はい、ではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。